ちは。西東京市農産物キャラクターのめぐみです。みんなが食べている給食に西東京市で育った野菜が使われているのは知っているかな？西東京市では地元の野菜などを使ってできたメニューを西東京市めぐみちゃんメニューとして紹介していて、給食の献立にも取り入れているんだよ。これは中原小学校の5年生が考えた野菜たっぷりめぐみちゃん餃子。もともと餃子が好きで、その餃子にもっと野菜を入れたらたくさん野菜が取れてもっと美味しくなるんじゃないかなと思いました。生産者の皆さん、美味しい野菜をありがとうございます。動画地元の野菜で給食ができるまでを公開中。ぜひ見てください。